皆さんこんばんは、みきです。はい、先日約2年をかけてついにチャンネル登録者数1000人を超えました。ありがとうございます。本当にいつも見ていただいている皆さん、そしてチャンネル登録してくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。ということで、今回はこれまでやってこなかったことをやりたいと思います。はい、皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。この間インスタグラムで質問箱で質問募集させていただいて、ちょっと初めてやったから何にも来なかったらどうしようって思ってたんだけど、なんと7つも質問いただけました。はい、じゃあ今日はこれに答えていきたいと思います。はい、じゃあまず1つ目、はい、 YouTube を始めたきっかけは何ですかっていうことなんですけど、これはね、私がちょうど環境が変わった時に出会った方たちがね、すごい行動力のある方たちで、そう、それに触発されました。でもともとすごい興味あったんです、 YouTube をやるっていうことに関して。で、アカウントももうすごい前から作っていて、だからこのアカウント自体すごい前からあるんですよ。でも実際に動画を上げて配信していくっていうことはできていなかったんだけど、ちょっとね、そういう方たちと出会って、やりたいならやっぱりやった方がいいなってなって始めました。そしてまず最初にね、何を挙げてたかっていうと、私は日本語を勉強している外国人の方に向けて日本語を教える動画をまず挙げていたんですよ。だけどなんかね、日本人の方も見てくれてたし、チャンネル登録とかも日本人の方もしてくれていて、それでどうせだったらどっちも楽しいものがいいなと思って、今の形にこう徐々に移っていきました。はい、そんな感じです。はい、じゃあ次行きたいと思います。はい、2つ目、お仕事の話が聞きたいです。この質問、実はコメントでも前にいただいたことがあるんですけど、その時はねお答えしなかったんですが、今日は答えたいと思います。お仕事は今は医療系のカウンター業務をしてます。で、今はって言ってるんですけど、来年はやってないなっていう感じなので、ちょっと今はっていう言い方で伝えさせていただきます。はい、でも今は医療系のカウンター業務をしてます。はい、じゃあ次いきます。3つ目、どんな YouTube を見てますか。はい、 YouTube はね、 Vlog を中心に見てます。丁寧な暮らしされてる方のおうち Vlog とか、あとは海外旅行の旅行 Vlog とか好きで見てます。もうね、なんかもともと好きだったんだけど、今や自分が上げているのもあるので、なんか勉強のために見てたりとかもするので、結構いろいろと見て回ってます。はい、次は4つ目、座右の銘は何ですか。座右の銘は、これからの人生で今が一番若いです。5つ目、好きな男性のタイプは。好きな男性のタイプは、仕事でも趣味でもどっちでもいいんですけど、とにかく好きなことをやってる人がタイプです。その好きなことを一生懸命やってる人で、ね、熱量のある人好きですね。好きな男性のタイプっていうよりは、女性でも男性でも熱量のある人はすごい好きです。はい、じゃあ次いきます。ちょっとなんかすごいサクサクいってるけど、はい、次、次6つ目、一番良かった価値観や人生観に影響があった旅行先。これはね、もうメルボルンです。オーストラリアのメルボルンで、これをね、ちょっと旅行先っていう括りにしていいのかがちょっと分かんなかったんですけど、私がね、メルボルンにいたのはワーホリで行っていて、でしかもそれが初海外だったんですよ。そう、初めての海外で、もうそっちにね、10ヶ月住むっていう形になったので、旅行先っていう括りにしていいのかが分かんなかったんだけど、でももう完全に人生観とか価値観に影響を
を与えている場所はもうメルボルンですね。やっぱり日本にいるとそんなにいろんな国の人たちと一気に関わることってないし、で言葉が通じないっていうこともなかったし、でね、あの向こうで仕事を探すのに、あの履歴書をなんかお店に飛び込みで持ってって、ね、配ったり、しかも英語でね、なんかアルバイト探してないとか言って言うのもね、そんなこと日本でしないし、で実際向こうで仕事して生活してっていうのをねしたから、本当に本当にいろんな経験をあの町でして帰ってきました。でね、あの日本に帰ってきた時、なんかもうさ、日本語が通じるわけじゃない。だからね、ある程度のことはもうなんとかなるなっていう気持ちになんかなって帰ってきました。今でもなんか日本語で話が通じるから、ある程度のことはどうにかできそうっていう気持ちは変わってないかなって思います。はい、ねえ、すごいすごい経験だったと思う。でもなんかもうなんかほぼほぼね楽しかったって感じかな。嫌なこととかほとんどなかったし、私は、うん、すごい気に入ってたサングラスを盗まれたぐらい。まあ他にもあるんだけど、他にもあるけど、でももうほぼほぼほぼ 95% 私は楽しいことしかなかったかなって思う。だからまた行きたい、またできるのならば住みたいなって思う。じゃあ最後、1年後の自分へのメッセージ。はい、もうこれはね、いつまでもチャレンジをやめずに好きなことをしていてほしいですっていうのが私の1年後への、そして5年後10年後の自分へのメッセージです。もう本当にいくつになってもチャレンジしてたいし、もうその時好きなことをやっていたいなって思ってるので、まあそのためにね、今自分がやらなきゃいけないことっていうのはいっぱいあるし、将来のためにやっておいた方がいいことっていうのをね、今のうちにやって、将来の自分にお届けしたいと思います。はい、こんな感じで7つ質問に答えてきました。今回質問いただいた皆さん本当にありがとうございました。またやると思うので何か質問あれば貯めておいてください。そしてインスタの方もフォローして待っておいていただけると嬉しいです。はい、それでは改めてなんですけど、チャンネル登録者数1000人、本当にありがとうございました。これからもね、皆さん楽しんでいただけるような動画を作っていきたいなと思ってますので、ぜひこれからも応援していただけたら嬉しいです。はい、今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録ぜひお待ちしてます。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。